正直衣装だけはブロードウェイ超えてます。すでに。Oh my god! Oh my god! とんでもないから、そのうちに、いや無理だわやっぱり。We got magic to do just for you. 奇跡起こる場所。空を舞う心の赴くままに Says my corner of the sky。 リピンは割と不自由なく育った王子なんですけども、まあ、自分がどこに行くべきなのか何をするべきなのかっていうことで、こう、まあ、誰もが人生で一度や二度は経験する、まあ、キロニというか、リーディングプレイヤーはそうですね、想像、人間でもないし、なんかこれちょっとフェアリー的な存在で、バーサ役のバーさんです。実はこのピピンっていうのは過去に2回ぐらいやってるんですけども、今までやった中で一番大変です。王子である城田さんをどうにかして導くというよりかは、分からせる。人生っていうのは謳歌しなさい、そうじゃないとダメよ。10代の半ばくらいで少しずつこう自分のやりたいミュージカルですとか、映画ですとかドラマですとか、こうエンターテインメントと言われるものを確実に少しずつこう自分の、まあ、お仕事としてできるようになっていって今があるんですけども、乗り越えたというよりはまだ今絶賛、その要はやっとレールに乗れたと言いますか、ずっと探し続けてるし、ずっと多分僕のコーナーオブザスカイは永遠に多分見つからないというか、死ぬまでずっと多分探し続けるんだろうなと思っています。ブロードウェイミュージカルピピン世界最高峰のプロダクションがここ日本で6月10日からシアターオーブで開幕します。劇場でお待ちしてます。 Join us。 日本オリジナルキャストのもと、トニー賞受賞の演出クリエイティブ陣が再集結。ブロードウェイミュージカルピピン、ありきたりな人生ではなく自分の生き方を追い求める若き王子ピピンの物語。